今回は姿勢から痩せるお尻エクササイズということで紹介していきます。男性も女性もお尻を締める力が弱ってしまうとどうしても体型が崩れます。その結果お腹が出た姿勢、使われない筋肉が増えてきます。一緒にお尻を鍛えて姿勢から痩せましょう。まず手首をね少し振りましょう。楽にね手首を振ってこういう感じでね手の甲を伸ばしたり手首の可動域をねまず上げときましょう。ちょっとこう手をねついてみたりして、あんまりおつんばいにならない人はね手首がね少し痛くなったりするんでまずはね可動域上げましょう。 OK です。じゃあまずは四つん這いです。このまま右足をね横に上げたら戻しましょう。マイペースでいいです。片足ずついきます。たまに自分で見てねちゃんとまっすぐなってるか確認してください。ちゃんと真横にね足が動いてるかどうか。手首だるくなったらね途中で休んでください。OK、 反対も一緒です。ちょっと休憩しましょう。よっしゃ、真横に上げたら戻す。弱ってる筋肉って結構使うの辛いんで自分のペースでいいですからね。30秒のメニューですが10秒やって休んで次のメニューまで待っていいです。今度は腰をしっかり丸めて足を上げます。大体2回、腰がね反れないようにね腰丸めたまま。上手にね動かしていきましょう。むやみに動かしてもね効きませんからね。腰丸めて上手に。OK、 反対も一緒です。高く上げればいいってもんでもないのでね腰は丸めて上げれるところまで。腰が反れるとねやはり体幹がね緩んでるんでちゃんと腰をキュッと丸めてお腹力を入れて足を動かす。OK、 ちょっと一回ね手首をねまた振りましょう。手首を一回休めましょう。私もね結構ねパソコンのマウスで手首がね腱鞘炎気味なんでここは一回で緩めないと手首がやられますね。だんだんお尻のレベルアップしますんで頑張っていきましょう。手をつんばいです。今度は横に上げた足を反対にひねる。上げた足を反対にひねる。今度反対足上げた足を遠くに持っていく。遠くに持っていく。OK、 今度は前後にね体を動かしましょう。
腰を丸めて、丸めたまま戻る。割と腰を丸めたぐらいがいい体幹の位置なんで、四つん這いの時にね、腰が反れんようにね、ちゃんと丸めてまっすぐぐらいにしてエクササイズを行っていきます。今度横に上げて1、2、3で足入れ替えます。横に上げて1、2、3、横に上げて1、2、3、こういう感じ。辛かったらね、メニュー10秒だけやって次のメニューまで待っていいですからね。オッケー。はい、今度足を伸ばしたら戻せ、後ろにピンと伸ばしたら戻す。伸ばしたら一回ね、止まるぐらいな感じで遠くに伸ばす感じです。オッケー。腰丸めて遠くに伸ばして2回上げたら入れ替えます。ポイントは腰をちゃんと丸めることです。反れるとね、良くない。丸めて2回、マイペースでいいですよ。はい、腰丸めて今度は横に上げた足を後ろに伸ばして戻せ。左右です。横に上げて斜め上に伸ばしたら戻す。マイペースでいいですよ。横、後ろ、横、戻すって感じです。結構お尻がね、きますよね、これね。オッケー、うわー、いったー、きたー。お尻が変われば、お腹も姿勢も全部変わります。やった人はコメントください。